でアンパンマン5セット、アンパンマン粘土プレートだよ。コンテストに参加するのは僕と、はいはいはい、僕も出る。仕方ねえから俺様も参加してやるぜ。私と BB は応援をしてるわ。みんな頑張れ。まずはお子様ランチを盛り付けるプレートを用意したらどうかしら。うん、そうだね。紙にアンパンマンの顔を描いてハサミで切り取ったらアンパンマンプレートの出来上がり。俺様は食パンマンにするぜ。素敵なプレートができたわね。みんなもそう思ったらグッドボタンで教えてちょうだい。さて今回のコンテストなんだけど、作ってる途中にクイズが入るの。何それ。チャイムが鳴ったらクイズの開始。それに答えられないとその場で失格かも。どうしよう、僕自信ないよ。心配しないで。調べてもいいし誰かに聞いても大丈夫だから。ただし時間制限はあるから急がないとね。俺様は何でもかかってこいだぜ。じゃあくじ引きで作る順番を決めようか。僕は1番、俺様は2番だぜ。僕は3番だ。くもりんはどんなお子様ランチを作るのかしら。僕は僕と同じ真っ白なうどんがメインのお子様ランチを作るよ。うどんをこねてお鍋に入れて、しばらく経ったらうどんそうだよ。野菜とお肉を炒めて焼きうどんにするんだ。ああ、くもりいいアイディアだね。さあここでクイズよ。ところでうどんは何でできてるでしょうか。うどんが何でできてるか考えたことなかったよ。うどんはうどんじゃないの。パンもそれでできてるよ。あ、そうか。僕は分かった。みんなも分かったらコメントで教えてね。ヒントは粉だよ。早く答えないと時間がどんどんなくなるぜ。どうしよう。さん助けて。くもりんはライバルなんだけどな。仕方ない。答えはそうなんだ。答えは小麦粉です。くもりん正解よ。思いっきりサンさんのおかげだけどね。さあくもりん、クイズが終わったらお料理に戻ってちょうだい。手伝うのは反則よ。くもりんにイエローカード1枚です。そんな、今のは僕が頼んだわけじゃないのに。くもりん残念だね。イエローカード2枚で退場だぜ。ドンマイくもりん、とにかくお料理を完成させるんだ。よしやるぞ。葉っぱを切ったらトマトも切るよ。トウモロコシも用意しよう。最後にくもりん特製バナナをのせて焼きうどんサラダ、バナナ添え、お子様ランチの完成だ。おいしそう。次はノイズの番ね。へい、お子様ランチなんてお茶の子さいさいで作ってやるぜ。ノイズはどんな料理を作るの。メインはハンバーグだ。お子様ランチといえばハンバーグに決まってるじゃねえか。決まってるっていうわけではないけどいいと思うわ。それじゃあクッキングスタート。まずは玉ねぎをみじん切りにするぜ。ボウルに玉ねぎと合いびき肉を入れて、そうだ、パン粉も入れねえとね。よーく混ぜたらお料理スタンプに詰めてフライパンでギュッギュッと焼いて出来上がりだぜ。わあ、ノイズすごい。おいしそうなハンバーグ。ここでクイズだよ。なんだ。ハンバーグを作るのに使ったお肉は合いびき肉ですが、豚と何のお肉が混ざっていたでしょうか。何の肉が混ざってるだと。そんなに難しく考えなくても意外と簡単よ。私たちが日頃よく食べているお肉だから。僕はわからないよ。日頃から食べているお肉か。みんなはわかったかな。ふん、簡単にわかったぜ。さすが俺様だな。答えは鶏肉だぜ。残念、鶏肉ではないわ。一回間違えてもまだ答えられるよ。ほらノイズ、あれだよ、あれ。鶏肉じゃなくてもう一つ僕たちがよく食べてるお肉。うるさい、黙ってろ。ももう一つのよく食べる肉といえば、わかったぜ、牛肉、牛肉だぜ。正解、ノイズやったわね。僕の思ってた通りだったよ。ふん、さんざんに分かって俺様が分からなかったなんてな。ノイズ、次の料理を作らなきゃ。やる気がぐんと下がっちまったぜ。もしもーし、お日様ピザ屋さんですか。ピザの配達頼むぜ。やる気をなくしてデリバリーで済ませようとしてる。デリバリーなんてダメよ、全部自分で料理をしなきゃ。ノイズにもイエローカードなあ、わかったよ。自分で作ればいいんだろ。トマトソースの上に生地をのせてギュッギュッと押したらグリルで加熱。チーズや野菜のトッピングを加えたらノイズピザの出来上がりだぜ。ああ、よく焼けてるね。こいつをハンバーグと一緒に盛り付けてアイスクリームもたんまりのせてやるぜ。おっと、イカスミソースも忘れずにな。ノイズ流お子様ランチの完成だ。最後のイカスミソースはかけなくてもよかったんじゃないかしら。いや、アイスの甘みに塩気が加わって意外と美味しいと思うよ。最後はサーさんの番だよ。よし、頑張るぞ。サーさんはどんなお料理を作るのかしら。僕はまずエビフライを作るよ。まずはエビを用意。衣を巻いたらスタンプに詰めてフライパンで10分揚げるよ。熱々のエビフライ出来上がり。用意しようかな。アンパンマンゴーを使ってみよう。アンパンマンゴーの底でパンが作れるよ。パンはアンパンマンに持ってもらおうかな。サンさん、いいアイディアじゃない。ここでクイズ。サンさんは答えられるかな。サンさんの今作ったパンですが、これでパンは英語でなんて言うでしょう。英語？どうしよう、僕英語はわからないよ。何語なんだ。これはちょっと難しいクイズかもしれないわね。ここは僕はお助けメガホンを使います。お助けメガホンだと。わからないときは誰かに聞いてもいいんだよね。だからお助けメガホンでお友達に聞いて答えを教えてもらうんだ。さあさあ、やるわね。よし、答えがわかったみんな、僕に教えてください。え、そうなの。そうなんだ。よし、お子様ランチを完成させて。最後はホットケーキを作るよ。ホットケーキの生地をこねて丸めて。はーん、クイズも正解して料理もうまくいってるなんてつまらないぜ。邪魔してやる。ああ、ノイズ、何するんだよ。へん、これくらいなんともないだろ。確かにそうだね。え、もう一回こねればいいだけだもん。ぐっ、俺様としたことだ。生地をプレートに押し付けたらハート型ドキンちゃんとコキンちゃんのホットケーキの出来上がり。何枚も作って重ねてタワーにしちゃおう。作った料理をプレートに盛り付けたらサンさん特製お子様ランチの完成です。すごい、サンさんのお子様ランチとっても美味しそうね。くもりんの焼きうどんお子様プレート、ノイズのハンバーグお子様プレート、サンさんのエビフライお子様プレート、どれが一番か決めなくちゃいけないんだけど、どれも美味しそうだから無理だよ。じゃあここはみんな優勝ってことにしましょう。やったー、みんな一番だね。なーにを生ちょろいこと言ってやがる。みんな一番だなんて俺様認めねえ。だったら最後のクイズに答えられた人が優勝にすればいいよ。そうね、そうしましょう。クイズは苦手なのに。最後のクイズ、この漢字はなんて読むでしょう。なにその字。読めない、読めないよ。本当に漢字なのか。ごちゃごちゃしててバーコードみたいだぜ。どうだ、難しいだろう。みんなはわかるかしら。わからなかったらお父さんとお母さんに聞いてみてね。みんな答え教えて。あれー、こっちからピクミーの気配が。ここはピクミーランドだ。あ、ラリポップ。はい、プンプン。あれー、香りがない。どんな子に会えるのかな。あー、お料理アンパンマン、粘土でアンパンマン号セット、アンパンマン粘土プレート、粘土をこねこねして美味しい料理がたくさん作れちゃうよ。みんなも遊んでみてね。面白いと思ったらグッドボタンを押してね。ポチー、グッドボタン。僕たちとお友達になってくれる人はこのボタンを押してね。ポチー、ベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったらコメントで教えてね。これどんな遊びしたっ